は十八時半になりました。時の番人のストレスフリーライフの時間です。本日もと高敷香りが M. C. を務めさせていただきます。この番組は宜野湾のヒルズ通り、F. M. 偽の湾の海の見える素敵なスタジオから放送しております。はい、あかりさん、はい、今日もよろしくお願いします、はい。はい、よろしくお願いします。はい、はい。えっと。 あのメールアドレスも先に言っておきましょうかはいメールアドレスもお伝えしますねこの番組はメールを募集しておりますのでぜひ皆さん送っていただきたいと思います、はい、アドレスが「797−FM ギノワンの」あはい、FM のホームページからも視聴することができますのでそちらの方もご覧くださいはいありがとうございます えー、ではもう8月も後半に差し掛かりますが、うんうん、どうですか最近は最近ですかそうですねやっぱりちょうどお盆があるっていうことね沖縄はもう旧暦でやるので今年は金土日16日からなんですけど、うんはい、私やっぱ県外の方とやり取りするのが多くてうん、うん、皆さん今がちょうどお盆休みなんですね。急にななんんかかふっっとあの、うん、予定が空いたっていたてうよりもせ メッセージとかが、少なくなったっやりとりが少なくなったって感じ。はいはいはい。<laughs> うん、気持ち的に。えー、やっぱり、こう、お盆休みになると、ちゃんと休む習慣は強いというか。うん、ね、なんか、しっかり定着してるんですかね。あうん、今回は、うん、当たり前のように、会社さんとか、お休みみたいで、休むっていうのが。あるみたいなんですよ。うん、うん、なんか、こう、墓じまいとか、うん、こう。 ご、ご先祖様との関わりが薄くなってきてるような、近代が。<ー>近代なのかなって思うから、お盆もそんなに重要視されてないのかと思ってました、うんね。人それぞれじゃないですかね。やっぱこの期間に休もうっていう意識、なんか夏休みを休もうって、なんかね。うんうん、あの子供たちがいる。家とかね、ご家庭とかそうなるように、うん、多分お盆は休もうっていう感じが、で、うん、私も。あの。 嫁業があって。ああ<ー>、<laughs> そっか。沖縄はまた大変ですからね。大変ですよね、うん。なんかどういった嫁業がありますか。はい。あのー、もちろんね、事前に重箱とか注文したりとか、うん、何食べるとか言って。うん,うん。で、あの。嫁いだ先は。もうすごい。大家族なんですよ。うんうん、おお。はいはいはい。<laughs> はい、お父さんが九人兄弟で、あの、嫁ぎ先のお父さん九人兄弟で。あはい、まあ、あの、親戚の方もいっぱい。来る、く、うん、るのと。 で、まあ、うちにせたいで、うんうん、あの、九人家族なんですけどね。おお<ー>、<laughs> なるほど。<laughs> <う>多いですね。それで、まあ、やらないといけない。で、私実家も。仏壇があって、うんうん、お母さんがもうちょっと高いしてるので、私しか仏壇見る人がいなくて。うんうん、実家のこともちょっとやらないといけないから。 じゃ忙しいですね。そうですね。バタバタと。うん、あちなみにこの旦那さん、沖縄だと長男か次男かで、結構嫁業が変わってくると思いますが。うち長男の、長男なんですよ。ああ、そうなんですね。 そっか長お父様も長男でこう、うん、旦那さんも長男ということですよね,そうですねはいはい、うん、一番大変ですね大変ですね仏壇を持ってて <laughs> 今思い出したけどうちのお母さんが長男のところに読みに行かすことはできないって、はいうん、<laughs> 当時言ってたのを思い出しましたよね、うん、<laughs> はいはい、うん、でもやっぱりでも私はまだ結婚してないので嫁業とかはまだ 経験せずに住んででますすけどどうですかそうですねあでもあのやっぱり嫁ぎ先のお母さんすごく優しくてうん、うん、で妹たちもいるのであ、うん、あのここは女性が多い家系なんでですすよ大事ね、うん、結構やってくれていてでどちらかというと実家は私しかやる人がいなくて結構そこにかかってるから、うん、もう、まあ、本当はね嫁ぎ先の嫁業務ちゃんとやらないと、うんね、もっとやることいっぱいあるんですけど、うん、まあ 少しは助けてもらってるかなって感じ。ああ、なるほど。うん、そっか。じゃあ、こうみんなで協力できる体制がもう作られてるんですね。うんうん、なんかこういうことがあるから、こう。親戚同士のこの女性同士の結びつきが強かったりもしますよね。沖縄の家族たちと本当そこはあると思うね。うん、だから私もこう。 なんて言うんですかねシーミーとかお盆の時にこういとこのお姉ちゃんとかちょっと年上のい,、うん、いとこたちとお手伝いをしながらこう食器運んだり洗い物しながらこういろいろ話しして学校の悩みとかも話してたりしましたもんね、うん、そうですよね、うん、なんかね親崎ってなんかたまにしかはないけど、うん、やっぱり近いというかで今日たまたま長男が、うん、あの 県外の大学に行っていてうん、うん、今日帰ってくるんですよ。お<ー> <laughs> 嬉しいですね。そうですね。うちの長男も、はいえなんか何してるのとかさなんもみたいな感じで。<laughs> <laughs> なんもなわけないでしょ。ね、早く帰ってこい、ね、<laughs> <laughs> そうですか。ちなみにどちらに、うん、あの進学されてるんですか、うんうん。大分の大学に行っていて<ー>本当にそこはねあのなんか結構まあ田舎っていうかうん、うん、でも大学のための町って感じ。 ええそうなんですね。そういうところに行ってます。えちょっとなんか西原みたいです。西原そう西原に流大もあるし他にキリタンとかもり西原ですよね。キリタンとかもあるお帰国も近いし。そうそうそう。ね西原。バレエと大学の町っていうイメージしかないです。私西原高校出身よ。私もですよ。えそう。はい本当に。これこれ。すみません。私西原。え あ、でも、ライブ、年齢は違う。あ、いでも、先輩だったんです。そうなんだ。知らな私、あのスポーツコースです。あ、そう、スポーツコースって、あ、ったんだよね。私、西原高校のバスケ部でした。で、私もバスケ部でした。え、三か月でやめちゃいましたけど。あの、マネージャーしてましたよ。そうなのね。面白い。ここで、綺麗に共通点。脱線しちゃいました。ごめんなさい。 え崎浜先生とかかご存知でです先先<あ>先生生生した浜浜は北谷高校で教えてた人が、うん、この西原でちょっと先生もしてたんですけど、うん、スポーツコースの担任もされてたので私もお世話になっててそうなで,でも戸先生っていう先生が結構長かったような気もあいたかもでもだいぶ年齢違うよそっかそう,か <laughs> そうすいません、うん、多分 あそうなんだ、うん、もうち私たちの時はもうね絶対も男子バレー,、うん、ーマッチングバンドマッチングバンドに体育館を取られるというわかりますあの感じですよね、うん、あすいません脱走しちゃいましたが、ね、ここで共通点が見つかってめっちゃ嬉し、はい <laughs> では一旦 CM 入って本日のテーマに移りましょうはい,はい、はい、ではい旦たん CM です 美しさを体の中から変えていく鍼灸を取り入れたライフスタイルで自分をアップデートヨークでは一人一人に合わせた施術を行います西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを美容針り鍼灸治療なら「イノワン鍼灸整体」ヨーク アイドマ印刷です印刷でお困りの中南部の皆様へ地域に寄り添い創業42年の実績でお手頃な価格とスピーディーな対応で力になります印刷のことなら「アイドマ印刷」にお任せください電話番号0988331122 1984年創業のカーボディ上ぼりかは愛車の修理、板金塗装、車検、ETC 取り付けなど経験豊富な職人が丁寧に仕上げます鈴木の新車も取り扱っています沖縄市消防本部日向いカーボディ上ぼりかはい、この番組は時の番人のスタレスフリーライフの時間ですはい、渡嘉敷香織が主を務めさせていただいております あかりさん、はい,はい、そうですね。なんか cm 明けなんですが、本日初の試み時の番人で、えー、ツイキャスライブもさせていただいてます。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。今後もこの収録日に合わせてツイキャスライブもしていきたいなっていう風うに思ってますので、皆様だいたい毎週毎週か隔週,週水曜日の10時台は？ ツイキャスセカンドにて、時の番に、ストレスフリーライフをぜひよろしくお願いします。はい、生でも聞いていただいて、こうツイキャスの収録で、収録時の様子もぜひ一緒に。 見ていただけたらと思います、はい、で早速コメント一件来ていますのでたかちゃんさんからこんにちはということではいたかちゃんさんこんにちは応援メッセージがあると嬉しいですよね、うん、嬉しいですねこの反応があるっていうことがやっぱりね <laughs> うん、うん、嬉しいやっぱ意外とラジオって孤独な戦いというか、うん、そうですよね,ねなんかまだ2人で喋ってるからいいですけど1人喋りの方とかはツイキャスなしでどうどんなメンタリティで やられてるのか気になりますけど <laughs>、うん、ちょっと私も明かりさんいないとちょっと不安 <laughs> <laughs> 頑張りますちなみにこのコメントをいただいたたかちゃんさんは神奈川県から聴取されているみたいですね、うんはい、ありがとうございますやっぱりこうラジオのいいところ、うん、この電波もそうですけどこうツイキャスを通すと県外の方にも届くっていうのがいいですねいいですね嬉しいですでは早速本日の テーマというか、ざっくりしたテーマに、ね。したいと思います。ではい、香さんからお願いします、はい。私がですね、いつも、あの、いろいろ。あの、まあ、時間。の。テーマにして、いろいろお仕事してるんですけど。うん、まあ、大体聞くことが最初に。聞くことが。うん、やりたいことは何ですかと。うん、困ってることは何ですかっていうのを。うんうん、あの、いろいろ、き、聞いていって。うんうん、この。本人が。普段。 思ってるのかそれとも聞かれてふと思い出すことっていうのを聞き出してうん、うん、でそれを形にしていくってお仕事してるんですね、うん、なので、はい、今日はちょっとあかりさんを掘り下げてみたいなみたいな、うん、困ってることを今日聞いてみたいなと思っていて、うん、困ってることですね、うん、私困ってることはなんかこうストレスのかかる状況に立たされると 仕事もこう勉強もすごいあのお,ろそおろそかというかこう必要最低限のことしかできなくなってしまうんですね、うん、で私はこうすごいざっくりしてますけどこの状態に困ってますねだからストレス源をなんかはっきりさせたいけどいまいちいろいろ抱えてる分こう仕事もこう例えば制作するものが多いとか、うん、私生活でもこう もう一個バイトしてるんですけど、うん、そこでもこうちょっとそうですね人間関係で悩んでるところとか多分そういったことが原因なんだろうけどじゃあ全部を解決すぐにはできないから困ってるでも早急にやらなきゃいけない勉強もあるからなんか早めにこう調子を戻したいみたいなのが一番困ってることかなと。うん、なるるほど、はい、あれですかねあのやる やらないといけないことがいくつもなんか迫ってる感じ。あそうそうそう。迫っている感じ。迫ってきてる感じですね。うんうん、期限もあるし。そうなんだ。はい。なんか、私は、うん、あの。時間。つけ、あの、予定をつける、作るっていう、一週間の予定表を作るっていう、なんか時間割みたいなのを。作りましょうっていうセミナーをしてるんですよ。うんうん、そうすると、自分のこの、毎週月曜日に何をやってるとか。うん、なんか時間割が目 見えて,きてあ、うん、これとこれもしかしたら続けてやった方がスムーズにいくのかなっていう,うん、うん、あのあの学校生活でね、うん、なんか結構これって便利なんですね実は私それやっててやってて自分でスケジュールを把握してこうちっちゃい目標を潰していくことで、うん、なんか達成感とかもあるしこう何が終わったことなのかが分かるから なんかノートとかに書いてるんですけど、うん、ただこうできなかった時の心の疲労というか負担が大きくて、うん、1>, あ1週間でここまで達成する予定だったのにできなかったまたできなかったみたいな風になっちゃって <laughs>、はい、でできる時もあるけどできないからつらいみたいななるほどそうそう。これね よくあるんやっぱり結構目標って皆さんねあのうん、うん、本当にうん、うん、達成したいからとかねうん、うん、自分がそうなりたいってイメージするからだと思うんですけど、うん、結構自分に対する目標がもしかしたらハードうん、うん、スケジュールかもしれない。なので少し 手を伸ばし伸ばして掴めるぐらいちょっとなんか背伸びして掴めるぐらいの目標感覚を立てていくと達成するっていう喜びを必ず味わってくださいってことを皆さんのお話してるんですね。できたできたあじゃ次これやってみようっていう方がやっぱり気持ちもいいしワクワクするじゃない。そうですねなんかこうやっぱり うーんゴ,ールゴールを明確にしていることでこう、うん、やるべきことがこうすごい分かりやすくなっているではあるけどちっち,ゃい達成ちっちゃい達成した経験も一応ありはするんですねうん、うん、あるけどこうなんていうか自分の調子次第でできたりできなかったりするじゃないですか、うん、そういったバランスってどうされてますかあえっとね 今ちゃんさんがすごい私がいつも話してることを書いてるんですけど結論から逆算するのは男性的な方法ですねって女性は途中経過をまん、あ、もと話すのでってお話しするんですけどあの男性結構数字で例えると分かりやすくってうん、うん、いつまでやりたいっていうのを100だとするとこの期間って例えば3ヶ月だったら3ヶ月を100であの。 考えた時に、うん、やりたいことを例えばなんか順番決めるとこの1番目の順番は何パーセントですかみたいな。で2番目までの順番はあのかかる、うん、かかるなんていうのこう労力だったり思いだったり何パーセントですかってそれを単純割ってスケジュールの3か月で火で割って入れてみてくださいってこれ行動計画こんなて立てられますよみたいな話をうん、うん、ちょっとするんですね。ちょっとあ,のあれれんってかもしれないけどうん、うん、男性は 数字で測ると結構わかりやすくて、うん、女性はイメージで、はい、コップがあって今あかりさんコップ溢れてますかかか、はい、れてませんんなすごい私そこに精査があるっていうのがうん、うん、あんまりわからないですねなんかこう女性だからこう男性だから数字け、えー、結論なんかそうですねちょっといまいちピンとこないかも。うん あのなんかねあかりさんがやりたいって思ってることに関して、うん、あの行き先って何だろうこの、うん 1>, ま、1つのやりたいことじゃなくて多分今3つか4つぐらいやりたいことがあってあって行,行き先の中に並べてるかなってもしかしたらねうん、うん、体は1つだからうん、うん、3, 3等分できないのでうん、うん、それを並べた時にじゃあどうやってこのジグザグで。うんうん うんうん、ジグザグのものをどうやって進んだ方が一番こうなんか、うん、ちゃんといけるかなって思った時にこの並べるのを少し変えたりとか、うんうん、でここ行ってる時にはもうここに集中しようって考えたりでここはできたこの場所のところに地点に着くとできたじゃあ次の地点に行く時にはじゃあ違う行動をやるって決めた時にじゃあここまではできたみたいな感じでなんだろうこのできたできたをつかむっていうか。 その考え方の方が多分できなかったって落ち込む方よりもここまで来れたから自分頑張ったねって自分を褒めてほしいわけ。なるほどでそういう形でこうセミナーをされてで実際こうそうですね人,あの人それぞれではあるけど大体いくつかのワークを 重ねていくんですけどまあ全部が全部が正しいわけではないはずなのでうん、うん、その人にこのやりり方だっったらら自分はは取り入れられるはずってていいうヒントを見つけて欲しいんですね、うん、またそれがきっかけで完全にそれではなくってそれがきっかけで自分だったらこういうふうにして解決できるだろうっていう、うん、結局はね自分で受け入れないといけない何でも自分で受け入れないといけないから。 誰が周りがねこれがいいよって何度も何度も伝えても、うん、本人が納得しないとなかなか難しいので、うん、今の話もうん、うん、あかりさんが多分いくつのものを、うん、まあなんかもうやりたいって言って、うん、もしかして目指していて、うん、でもうどれも余すことなく全部もしかしたら目標設定 決めているのかなそれをもう確実にやっていきたいっていうのの、うん、自分への,この期限だったりとかあのねうん、うん、いつまでやるとかって期限がちょっとオーバーワークにもしかしたらなっているのかなと思っていて。うんうん、ですね。じゃあこのこうオーバーバワーク オーバーワークをする前提で立てている計画をまず見直すことから始めた方がいいってことですよね。うん,うん、うんうん、なるほど。これそうですね。皆さんリスナーさんはどうなんですかね？こう。私は私はオーバーワークしてしまいがち、うん、で、なんかこうマルチタスクが苦手だけど、そういう状況に陥ってしまったみたいな。 ところがあると思うんですが、香里さんそういう経験ありますか。ありますよ。あのやっぱり前は、もう本当に何でも自分がやりたい。できないって言いたくなくて、できますって。言っても全部受けてたんですけど、やっぱオーバーワークになっちゃうわけですよ。なので、あの集中して。取り組む日。最初に。あの仕事とか起きたときに、全体像を見るんですけど、いつまでやればいいな、いつまでやればいいなっていう、この仕事の。 到達地点を決めるっていうか日付を決めたらじゃあ先にこれを終わらさないといけないなと思ったら 2>,、うん、2日ぐらいでここまでやったら多分あとはこの期間で間に合うはずっていうものを最初で計画立てといて、うんうん、で一つ一つの集中する時間を散らすんですよ。ありますよね。うんなんかこう こうクリエイティビティな仕事に関することかと思うんですけどやっぱりラジオもそうですがこう考えたりインプットをすればするほどこういいものが生まれたりとか、うん、あと追い込まれれば追い込まれるほどこう なんていうんですかね締め切りが近いでもまだできてないみたいな排水の陣だから生まれる面白い企画とかが多分あるっていうのをみんな分かってるから、うん、わざとオーバーワークにしたりとかっていう傾向もあるのかなってもしかしたら感じてるんですが、うん、そういう人にできる休み方とかもしあったら。そうですね。うんうん、私はあ,のあえて 人との時間を取ってたんですよなるほど人と話すことでアイデアが生まれてくる時があったのでなので忙しい中でもんか人と関わる時間はあえて削らなかったっていうかなので人と関わる時間を絶対残すために一人の作業をどうやったら効率的にできるかなみたいなところはしてましたね。そうですねやっぱり 自分一人じゃあこうインプットだけインプットだけをした状態でこう仕事に取り組むとなんか頭でっかちな方に行きがちな気もするので、うん、私もこのアウトプットしたり友達とのこのたわいもない会話から生まれるものとかもねなんか一石二鳥みたいな気持ちになりますよね。ります休みつつリラックスした状態で考え事も整理できるみたいなふうになりますからね。うん、なるほどじゃあ 今日は私なんか今日のまとめとしては私オーバーワークしがちでただこうやっぱりオーバーワークした方が生まれるいい仕事もあるのでそういった人向けのこう休みそうですねまあちょっとね、はい、解決するってことじゃないかもしれないんですけど多分今の状況誰かに話すっていうことだけでも、うん、あ,のあかりさんが自分で頭の。 整理ができていくと思うんですね。それ、それで十分かなって気はしますようん、うん。なるほどです。うんうん、では、残りお時間が二分となりました。うん、早いもので。はい、早いもので。はい。前半の同じ高校だったという <laughs>。びっくり共通点から。<laughs> はい。和んでスタートしましたけど。うん、なんか、来週、こういった話をしていきたいなとか、そういうのはありますか?。そうですね。来週。どうかな。また。ちょっと。その時の。 状況によって。はい、わかりました。そうですね。ではもう8月も後半ですが、まだまだ暑い日が続きますので、香里さんも大丈夫ですか？体調とか。体調は大丈夫ですね。え、食欲も。私ね、すごい食べるんです。おお、いいじゃないですか。食べないともう元気がなくなる方で。うん。もうさす、さすがにね、ちょっと食べ過ぎ良くないので、なんかちょっとあの。 青汁飲んだりとか。<laughs> ああ、なるほど、なるほど。そういうところの健康は気をつけてますけどね。うんうん、うん、そうですね。なんか私夏になると本当えっと一日一食でよかったりするぐらい食べれなくなっちゃうんですね。うん、なんかしかもうどんとかなんかあんまり栄養がなさそうなものばっかり食べてしまうので、もう元気がなくて最近。<laughs> <laughs> 眠たいしみたいな目になっちゃうんですよそ,、うんはい、そこにオーバーワークがくるとね <laughs> そうかちょっと考え,、うん、考えることも多いのかなそうですね、うん、なんか時間を食べることになんか向けられない意識を、うん、だからいつの間にかあ今日これしか食べてないなみたいな食事中に気づいたりしますね、はい、なんかオンオフ少しあった方がいいかもしれないですねあー 確かにうん、私食べ,食べるっていうことでオフにしてますおなるほどうん、うん、行動でオフにするなんかスイッチがあるっていいですよね、うん、それは大事かなとやっぱね子どもたちもご飯一緒に食べないといけないから、ね、それをあえてオフにするっていうことをしてるかななるほどなるほどやっぱ皆さんオフの使い方とか作り方も様々だと思いますのでなんかこう参考になる部分がこのラジオでて、はい。 あると思うのでね、皆様ぜひ今後もご視聴お願いいたします。はい。はい、ありがとうございます。じゃあですね、ぜひ皆さんメールもあのねコメントをいただきたいなと思います。うん、今日から初のツイーキャスもしてますので、この時間も来週も見ていただけたらなと思っております。はい、はい、それでは皆さんまた来週よろしくお願いします。ありがとうございました。